どうも、ペタです。パーサーやっていきたいと思います。はい、本日は、結構前からリクエストいただいておりました、リナちゃんを入れて、先人代に高校をやってほしいということでしたので、やっと、ね、やっとできるようになりましたので、やっていきたいと思います。デッキの方は、水着のあずさ、さっき、ヤブビッチ、草津、リナちゃんと、アフロ来たので、いきたいと思います。まあ、久しぶりにリナちゃんを使ってやっていきたいと思います。で、アイテムの方は、パワードリと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、ちゃちゃっと評価を上げていきましょう。リナちゃんのね。練習後イベント。OK! いいよまあ、リナちゃんを入れて、やるにあたって難しいな。やっぱ、告白のタイミングと、あとはデートのタイミングですね。デートをどう踏んでいくかで変わってくるので、まあ、ちゃちゃっとね。デートも踏んでいきたいと思います。はい、まずは評価。じゃあメンタル入れていきます。お、草津くんいいじゃん。いいよ、その調子で上げていこう。フリーキックナイスです。で、これはここだね。練習後イベント来てください。 OK です。お、告白早いね。さあどうする。一発で狙う。一発で狙いましょうか。これにしろ。はい、彼女になりましたね。りんなちゃん失敗判定あるからな、ちょっと怖いんですよね。まあでも早めに彼女にできてよかったです。飛ばしておこうか。りんなちゃんはね、練習後イベント来れば2他のとこに飛ばせれるんで。あー、樋口くんが来たか。一緒にトラップ組んで埋まらせてきます。はい、りんなちゃん体力回復していきましょう。で、こちらの方は、一応上から精神、筋力精神、筋力精神、下が精神か。真ん中ですね。はい。で、まあ、メンタルいってきましょう。はい。リナちゃん、あー、フィジカルか。フィジカルじゃないんだよな。メンタルもう一回踏んでおきます。リナちゃんがいるんで、できるだけ早めに踏んでいこうかなと思っております。リナちゃん練習後イベント。はい、うん、もうリナちゃんイベント終わっちゃいましたね。早い。やばいな、評価上がってないんだよな。まあ、評価上がってないけど、行きますか。行っちゃいましょう。まあ、1回目はしょうがない。ガッツソリ、やっていきます。とりあえず、これは適当に。はい、OK でーす。さらしな。まあ、体力回復、今じゃないの。おー、なんか微妙なところにいるね。これ、スピードいっておきます。サツくんの評価上げていきましょう。やべ、うち。って感じですね。どうしよう、りなちゃん行くか。りなちゃんね、練習後イベントでこれ、オール22もらえるからね、結構大きいんですよね。まあ評価下がるけど、まあ最後の方に踏まなければいい感じの、うん、練習後イベントです。で、でかいのを踏みたいんだけど、お、いいですね、来ましたね。2人。で、リアちゃん、OK。バランス感覚を。で、スピード上げないといけないんですよね。
ていただけとこう。ダメージくん、はい、どこにいる？一人か。お、いいじゃん、スピードいいじゃん。これ上がってたらすいい練習だったんだけどな。まあいいか。で、スタミナオフェンス上げておきましょう。はい、これでいいでしょう。で、スピードいって終わります。はい、あー、練習後イベント来なかった、ショック。はい、終わりでーす。いいっすねー。で、このタイミングでデート行くのがいいんですよね。終わったタイミングでデート2回ぐらい行けばいいと思います。おーっとー、マジか、悲しいな。もう一丁行きましょう。はい、デート。とりあえず1回目だっけ。で、ヤンス君、ヨミッチ成功、ナイス。いいよ、フィートスターゲットです。じゃあもう一丁行きましょうか。もう一丁デート行ってきます。はい、2回目。まあ、リナちゃん入れればドリンクはそんなにいらないかなーって感じになると思います。まあ一応もう打ち込んでるけどね。はい、オフェンス行ってきまーす。で、ヤンス。あー、体力消費。残念だったな。説得する。で、スピード。ダブルタック、今じゃないけど、まあ嬉しいね。で、ちょっともったいないけど、ドリンク使ってきます。まあ多分ドリンク持ち込んじゃったんで、もう使うとこなくなるんで、使ってきまーす。はい。で、これは、一人で練習。俺も手伝うよ。パワー上げとこうか。で、さっき、難しいボール。オッケー。いいよー。パワー上げとこう。右ぐらいにしといていいか。あとはスタミナ上げておきます。で、りなちゃん、練習後イベント来てください。おお、お前か、一緒にタックン。で、で、で、もう一丁メンタル、まあいいか、いつものパターンでいこう。じゃあ、はい、草津くん成功しね。はい、ナイス。いいよー。で、残り3、4ターンで火をつけていきたいから、ここデート1回やっときましょうか。デート1回やっときます。リーナちゃん、はい、いいですね。3回目終わりでーす。難しいボール、OK でーす。で、リナんとこ行ってもいいけども、フィジカル行っておきましょうか。はい。で、今すぐ読む。あー、残念、はい。難しいボール、OK。で、ここで1回回復しとく？テクニックディフェンスっていきたいから、一回回復しとこう。まあ、ドリンクのね、もったいないのをなくしとき。あ、見ない。いらなかったね、回復。4624。まあ、経験点は出てますね。彼女連れてきてる割には結構踏めたんで。はい、サッカーが上手くなりたい。はい。まあ、ディフェンス。これでいきましょう。ガッツストリームやっていきます。
さあ、ここからタッグ集まってください。今んとこ、まあ、両方ともまた足らないんで、スピードもオフェンスも来てください。お願いします。いや、どうしよう。はい、残念。歩く下がる。で、これは敏捷をもらってきます。はい。で、スピードも振っとくか。はい、これでいいでしょう。で、スピードに一人か。まあ、スピードでしょうね。さっき、何くれる？はい、トラップ勝つ。これの回復ちょっともったいないんですよね。別にいらないんだよな。で、まあ、スピードいきましょう。意外とスピード2人なのに来ていますね。ありがたいです。おっと、来ない。で、これでスタミナ上げてきます。スタミナ上げといていいのかな。うん。お、いいですね。ディフェンスいきましょう。はい。サラシナがいるからね、結構。あー、練習後イベント来てほしかったなー。もう少し練習する。はい、これでスタミナ5上がりますね。はい、5、いいですね。この回復はまあまあまあ嬉しい。2人、これはさすがにオフェンスいっておきたいね。オフェンスさっきから踏めてないからオフェンスいっておきましょうか。スタミナ99にしといて、いつでも上がるよって感じにしといて、パワーも上げておきます。いや、ちょっと早いな、それは。認証使っとかないとね。溢れるのは怖い。はい、ではオフェンス行って終わりましょう。はい、まだ余裕がある。ナイス、いいですね。で、今のままでいい。で、ってスタミナ上げて、ディフェンス上げて、はい、テクニック上げてきます。はい、いいでしょう。で、ここ行きたいので回復使おうか。はい、ではオフェンスで炎上か、やばいくん。はい、炎上で、リナちゃん行きましょう。これで評価上がりまくるからな。あ、下がる、あ、そうか、下がるのもあるのか、これ。そうだ、忘れてた。あ、寒くなっちゃった。残念。で、さっき成功しね。あらら、残念です。で、加藤寺くんいっときましょうか。いや、テクニックいっときましょう。どっち来る？はい。で、これはどうしよう。見せてもらう。はい、オフェンス上がってるんで、さすがにサラシナも成功するでしょう。さすがにね、成功してね。うん、まあこんな感じでいこうか。で、リナちゃん、うわー、マジか、怪我した。痛え、それは痛い。それ痛えよ。しっかり前半でいきましょう。うわー、ディフェンス下がったか、残念だな。はい、いきまーす。はい、終わりました。まあ、これで OK ですね。あとはやる気が下がってるのが上がってくる。 OK、 ナイス。
そしてディフェンスを5上げとくか下がったっすね。で、あとはテクニック上げといて。はい。で、タックは？おー、フィジカルか。これは踏んどくか、さすがにね。いっときましょう。筋力余りそうだけどね。まあ仕方ない。で、リナちゃん。で、タックは？これはさすがにスピードにいっとこう。いらない。そんなにフィジカルいらない。はい。バッチ。で、北野くん、遅くない？さすがに前指遅くない？まあ、さっき終わってて、あと北野くんと、サラサの最後か。まあ、いいでしょう。で、上げとくものは、ディフェンスに押しといて、これでもいいけどね。こうしよっか。筋力余ってたし。まあこれでもいい。でも精神がちょっと足らなさそうなんですよね。はい。いやー、精神足んねえな、多分こうやると思う。こうしときます。あー、スピードか。スピードか。いや、どうしよう。いや、いいや。はい、スピードいきまーす。で、次オフェンスに集まってほしいな。スピードダック2人なのに。2人の方に集まっちゃった。で、スタミナ、オゲイ。いいよ。はい。で、テクニック。はい、ディフェンス。スピード、大一番。まあまあまあ。ど根性。で、じゃあ、これはオフェンス行ってきましょうか。りなちゃん練習後イベント。はい、OK でーす。これ、コツとここでいっぱいもらえるけど、体力はね、ちょっともったいないですよね。まあまあまあ、いいでしょう。9264。で、ここで残りデート2回をちゃちゃっとやればいけそうです。まあ、デート無視すれば、ガッツストリームね、もっと踏んでいけるんですけども、無視できねえんだよなぁ。難しいところです。ちょっと技術が足りてません、今。まあ、とりあえずこれでいきます。はい。で、デート2回いっちゃいましょう。はい、あと1回でーす。で、サラセナ成功してね。はい、ナイスー。ぶっちぎり。まあ、もう一旦。はい、リナちゃん。で、これで徹底抗戦。ありがとうございます。で、北野くん。どっちか、ソウルフル。で、これはメンタルでいいかな。じゃあロングスローだけ潰しとくか。ロングスローだけ潰しとこう。さっきくれたし、ムードは潰さない。いらないから。来るな。オッケー。オッケーオッケー。で、一緒にタック。で、タック来たんでタック行ってきましょう。さあ。で、成功してね。ナイナイス。いいよ。で、スピード行っておきたいね。スピード行っておきましょう。あ、ドリンクなんやかんや使い切れましたね。よかったです。で、次メンタルいけばいいかな。メンタル燃やしとこうか。はーい。で、メンタル燃やしときます。さらしな。何くれる？守備反応。OK。いいよ。で、あと。どうすかな？一回遊んでおきましょう。はい、いいですね。で、オフェンスでも行っておきましょうか。3ターン燃えてるからね。はい。で、しっかり前半後半行きましょう。はい、
終わりました。まあまあまあ、ここまではいいとして、あと2個ね、しっかりと踏んで2つストリームやっていきましょう。で、とりあえずテクニック踏もうか。はい、で、遊んでいきます。遊んでいきましょう。踏みたかったな、一旦遅れてほしかったな。はい、遊んで終わります。で、今回ちょっとテクニック振らないかな、このままだと。技術が足らないんで、テクニックは振らずに行こうと思います。あと少しだけ振るかもしれないけど。はい。お、オフェンス。一人か。一人大変だな。これじゃあ、テクニックでもいいかな。でも、精神も欲しいんですよね。おー、そう、リードがないのか。リードがないんだ。ダッシュのコツ欲しいなー、ソウルフル。守備反応。天下の宝刀取っちゃって、徹底抗戦取っちゃう。いや、精神足んね。精神足んね。じゃあ、もうオフェンスだな。オフェンス行きまーす。はい。ね。スピードかー。スピードは嫌。スピードは嫌。はい、ディフェンスいきます。ディフェンスか。もらいや。引き察知でももらっておきましょう。はい。で、ディフェンス。せめてさらしないでほしかったな。精神ボーナーね。で、オフェンス。はい、ナイス !999 来ました。ありがとうございます。ここで999は大きいね。いいね、いいね、いいね。いいよ。どうすかな。どうするかな。まあ、とりあえず、パスカン、シュート力、いや、シュートレンジか。で、筋力系をなくしておきたい。フィジカル。で、技術もうまいこと使っていきたいけども、落下、ヘリング。筋力技術ちょっと余るな。うまいこといきたいな。うまいことまあ、おこうか、これで技術はなくなった。で、筋力。まあ、こんなもんでいいでしょう。はい、では、オフェンス999いきましょう。はい。いいですね。最後にボーナスももらえるのが大きい。で、これで振っときます。最後のボーナス結構でかそうだな。じゃあ、パス系を全部振っとこう。技術系ね。これは大きい。で、筋力はもう余りそうだから、取っちゃうか。パワー100にしよう。で、マッチアップ。で、ド根性。で、これで、キャプテンシーと、あと、投手も取れそうですね。よかったよかった。では、これで、いっちゃいます。いきましょう。筋力あとちょっと吐きたいけど、まあ、こっちもらえる可能性あるから、まだいいや。はい、行きまーす。はい、終わりました。とりあえず 3-0 で勝ったので、まあ、最後、やっていきましょう。で、タック。OK、何？どこにある？一人二人？お、いいね、いいね、いいね。オフェンスに来てる。いや、これ入っとかない。あ、でもこれは、このままでいいのか。
別に溢れもしないから、とりあえず振っておきます。これテクニック振れるかもな。ちょっと他を見てからですが、しっかり前半後半で、ここで筋力を使っておきたい。怪我しにくさと。で、どうしようかな。臨床がね、意外とねって感じなんで。まあでも、臨床使うとこ結構使っちゃったからな。ハードワーク。で、司令塔。ヘアブレマリーシア。大一番、ファーストゴール。ラッキーボーイはまだかな。まあ、取っといてもいいんですけどね、ラッキーボーイは。突破力と、ああ、そうか。スピードスター。スピードスターか。じゃあ、マーク外しかなんかやめとこうか。あれ？マーク外し。ああ、じゃあ、取ってないのか。そうか、そうか。224置いとかないといけないんだな。スピードそんな稼いだっけ？忘れたや。ファーストゴール置いとこう。じゃあ、他に。カウンターダメ。爆発力あたりは欲しいな。さすがに欲しいな。で、どうすっか。で、どうすっか。で、テクニックって次、査定いくつで上がるんだっけ。テクニック。テクニックは 65? いや、違う。いや、微妙。いやー、63か。63か、上げとこう。で、次が68。上げといてもいいか。で、70にしとこう。いやいや、上げとこう。さすがに筋力精神溢れないとは思うんだけどな。先読み取りたいけどダメだな。回復取るか。はい、ではこれでいきます。まあ、臨床リンナちゃんのね、最後もあるし多分足りるとは思います。さあ、これでいきましょう。意外と臨床足らなかった。はい、いきまーす。はい、終わりました。まあまあまあ、ここまでは順調です。さあ、最後振っていきましょうか。で、ここでリンナちゃんのね、うん、あれもあるから OK です。あー、これ溢れたなー、溢れたなー、これ。まあ、技術使いまくったけど溢れたねー。ごめんなさい、溢れちゃいました。706ももらえるとは思ってなかった。まあ、いっか。結構使ったけどね、溢れたんで。で、これ経験点的には、はい、19,171 点。おっきいねー。で、技術999。さあ、振り切れるかっていう問題が出てくるのですが、まあ、とりあえず、敏捷を大事にしながら振っていきたいので、まあ、とりあえずこれはテクニック振るべきだな。振りましょう。はい。敏捷ちょっと足らないんで、足らないので、どうしようか。これ、オフェンス振っちゃうか、じゃあ。オフェンス100にしましょうか。オフェンス100にするか、突破力を振るか。突破力。まあ、決定力の方がいいな。オフェンス100。そうか。もうちょっともあったら101もできたんだよな。100の方がいいか。まあ、筋力、違う。臨床はちょっと足らなかったですね。もうちょっと臨床あればもっと触れたんですけどね。で、精神が意外と余った。意外と余りました。で、対エースかな。いやー、こんな余る？テクニックやめるか。テクニック、でもこれ結構でかいんだよな、ここの査定。この査定6もあるからな。
なんか触れるかって言ったら微妙なんですよね。いや、テクニックだな。で、残り。筋力は余ってもいいけど、精神はなぁ、なんか触れないかなぁ。でも精神系意外と取ったのかも。あとはちょっとチームプレイを取りたいかなってぐらいかな。技術系か。で、こう一番、トラップ、ビハインド。まあこんなもんかな。こんなもんなんでしょうね。あと触れるのって。あと触れるの、マーク外しでもよかったけど、変わんないしなぁ。回復はダメ。タイエースか。タイエーかなぁ。タイエースいきましょう。そしてもうラッキーボーイぐらいしか触れないよね。はい。ではこれで終わりたいと思います。まあいいや、無視点取っちゃおう。はい。ちょっと筋力精神余っちゃいましたね。あの筋力いらなかったのはフィジカル420点か、筋力。あれがいらなかった。まあいいや。はい。さあ、どれぐらいいったでしょうか。US は多分乗りました。まあ筋力1個か、かけたけど。はい、US。星2、ありがとうございます。さすがです。まあ、リナちゃん言ってもね、こうなります。リナちゃんよりかは、やっぱり選手の方が、得点は伸びますね。得点は伸びるけど、安定はします。リナちゃんの方が安定します。なので、リナちゃん、というかまあ、先人谷高校、慣れてない方はリナちゃん使ってもいいと思います。そして慣れてって、選手だけでね、ガッツストリーム踏めるようになれば、うん、得点上がりますので。まあ、リナちゃんあっても2万点近くはいくので、全然。もうちょっとね、タック踏めれば2万点もいけました。まあ、こういう作戦やってみてはいかがでしょうか。では本日はここまでとさせていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。